はい、皆様お疲れ様でございます。ついそんです。本日のお家で自分でフェイクバスターズ対象スニーカーは、こちら2021年3月6日、発売ナイキエアジョーダン1レトロハイオージーユニバーシティブルー、こちらの方ですね、本日は対象スニーカーとして、比較の方をやっていきたいと思います。で今回はですね、メンズサイズ、2つと、GS23.5 ですけども、こちらの方もですね比較対象として、まあ、個体差も含めてですね、見ていきたいなというふうに思っております。でこちらの方がですね正規品であるというエビデンスにつきましては、私の過去の動画を見ていただければわかるかと思いますが、スニーカーズ、当選品になっております。自分自身で限定アクセスで購入したもの、あとは親父のですねアカウントで、2つ当たっているということなので、これ3つすべてですね、ナイキから届いたものとなっております。なのでエビデンス動画は過去の動画を見ていただければと思います。それでは皆様の方に、ご用意いただくもの、スニーカー本体、まあ、メンズであったり、まあ、GS 比較される方は GS ご用意ください。でボックス、シューキーパーと、で最後に、マジックライトの方もチェックしていきたいと思います。はい、それではボックスの方、まずボックスタグから比較していきましょう。まあ、GS の方もですね、メンズ同様にそこまで大きな差はないかなと。まあ、バーコードはこれ線地によってもね、左側のバーコードの数字ね、変わったりもするので、まあ、特に、気にする必要はないかなと。まあ、自体の配列、カラーブロックのところですね。はい、こういったところの配列バランス、フォントの違い、まあ、この辺を比較的、しっかりと見ていただければなと。あとメイドインチャイナ、大文字か小文字か、これ小文字だったら怪しいですからね、怪しいというかアウトですね。はい、でボックス全体ですね、はい、照明など当てて段ボール感がないかチェックしてください。 GS の上蓋見てみましょう。刻印はこんな感じですね。あれですね、2020年10月29日151、 GS の刻印ってこんなんなんですねっていうか今初めて見ました。へえ。でメンズの方がよいしょ、メンズは202001、まあ、全部数字ですよね。はい、続いてシューキーパー、はい、これメンズ、左側がメンズです。で右側が GS、 まあサイズ表記が違いますから、ここのね刻印の数値は違いますね。両方とも英語表記ね、はい、ございます。はい、続きまして黒タグの方をチェックしたいと思います。こちらメンズね、メンズの方とよいしょ、右側がレディースです。まあ私もねこれ今初めてこう比較してみてるんですけど、同じですね。GS でもこれ黒タグは同じなんだな。うん。まあスタイルコードがね、本来、あれ違う。あ、じゃあスタイルコードは違いますね。そりゃそうですね、スタイルコードは。うん。あとはあれだ、レトロハイオージーの後に GS っていう記載がね、あります。使用用途も、メンズカジュアルシューズに対して、GS の方は子供用運動靴と。はあ。日本語なんですね、消し。うん、まあそこまで、まあ、大差はないですね。続いて替え紐。替え紐ですが、色合いは同じです。多分巻き数が若干違うので、まあそりゃそうかな。サイズが違いますからね、ちょっと短い仕様になってるんではないかなと。はい。はい、それではですね、スニーカー本体、アッパー、
フォルムですね、フォルムの方を、まあ、全体的にちょっと見ていただきたいなと。でこちら別の、同じく 26.5 の、個体差比較ということなんですけど、事前にですね私一応すべてパーツごとに、まあ、チェックしましたが、まあ毎回毎回ね個体差の端から端、まあ、ピンから切りというかが私の手元に来るわけではないので、ユニバーシティブルーに関しましてはですね、私のこの2足個体差がほぼありません。はい、なので、まあ、ちょっと個体差の動画というふうにもならないかなと。なので、まあ、GS とまあ主にね合わせてこう比較していきたいなと。まあ、GS 持ってる方はね GS これフォルムとかあとは質感の違い、まあ、その辺をねチェックしていただきたいなと思います。でね、アッパーのこのブルー、淡いブルーも、スウェードの生地をね使ってますんで、まあ、非常に傷が目立ちやすいです。なので、まあ、B 品と言われるものもね、このユニバーシティブルーに関しましては、まあ、数かなり多いのかなと。まあ、スウェードが最初から傷ついていたというのはよく耳にしますし、まあ、私のやつもですね、どっちだったかな、こっちですね、こっちがこのようにね最初からピーッとこう傷が入っちゃってますね。うん。あとはまあこんな感じでのり付けがねちょっと若干荒かったりと、はい、まあこれはね仕方ないかなって思いますね。うん。製造工程でできてしまったまあ傷だとは思います。はい、続いてと等のホルケ、まあメンズと GS、まあ GS はまあウィメンズレディースと同じですからホルケは小さいです。はい、これメンズですね。で終端、タンタグ、まあタンタグに関しましても縫い方結構これもばらつきありますんで、裏面のね英語表記がこういう風にまあ見えてしまっているものも結構あります。はい。でメンズの内側、まあ外側同様に、白いレザーに関してもねシュリンクレザー、しぼみがかなり強い、まあ、レザーを採用しておりますと。はい、でヒル、フィールのフォルムね、これも非常に重要です。まあいろいろこう角度を変えて見てください。メンズのヒールですね、まずこれがね。はい、続いて、GS レディースのヒールがこんな感じです。続いてアウトソール、あアウトソール GS って全然違うんですね。私もこういう風に比較してみることがないので初めて知りました。凹凸がほぼないパターンで、ここからもすでに星マークが採用されているか、使われている感じですね。あー、ブロック的にもちょっとやっぱ違うんですね。これは初めて知りました。で、星の密度も、GS は距離感結構星の密度あるのに、こっちはもう散りばめられまくってますからね、メンズは。なるほどなるほど、面白いですね。こうやって GS とメンズをね比較することってあんまりないので、続いてライニング、ライニングの素材はこれはなんかウレタンじゃないけど、まあ、肌触りのいいツルツルした、まあこれは素材 GS も同じですね。はい、同じです。でインソール、
で、インソールはですね、ちょっとしっかりのり付けされてしまっているので、ちょっと今回は無理に剥がしたくはないので剥がしません。はい、まあ、でレディースのインソールも、はい、こんな感じですね。はい、それでは最後、マジックライトの方チェックしていきたいと思います。はい、まずはメンズ、白い縫い糸、アッパー部分に関しては白い縫い糸、あとミッドソールの部分が反応ありですね。まあ、このようにこうはみ出た糸とかもこういうふうに反応したりしますね。白いの糸ですね。インナー側、インナーも見てみましょう。うん、まあ多分縫い糸もね、これしっかり反応してるんでしょう。インソールからはみ出ても見えてますね、縫い糸がね。で、GS。GS も同じですね。はい。はい、GS も同じです。光の反応ね、しっかり皆さん差がないかチェックしてください。はい、ということで、まあ、今回はですね、個体差という個体差はまあありませんでしたけども、まあメンズサイズと GS サイズをちょっと比較してみたりということで、まあ、GS を持ってらっしゃる方もですね、参考になったのではないでしょうかと、はい、いうことで本日の、比較動画は以上で終わりたいと思います。お疲れ様でした。ですね、今ちょっと片付けしてましたら、意外な個体差というか、エラーですね。エラー見つかりました。まあ、私、毎朝 26.5 ということで、スニーカー本体はですね、しっかりと 26.5。はい、26.5 ですね、これね、左。で、右足も、よいしょ。はい、26.5 ですね。で、もう一足の方もこれね、同じく、26.5 なわけですけども、シューキーパーね、シューキーパー。まあ僕何十足も持ってますけど、初めてです。これ、US8.5 になるんですけど、まさかの US7 から7.5 というシューです。シューキーパーが。これナイキから送られてきたやつですよ。初めてです。なんか大きさ違うよな。で、多分さっき私、GS のシューキーパー紹介してたはずですけど、もしかしたらこっちやってたかもしんないですね。もうちょっと取り直しがもうめんどくさいので、やらないですけど。はい。ですね。へぇ。まあよくね、サイズがね、ボックスは 26.5 だけど、27が入ってたとかっていうのはたまに聞きますけど。左右でサイズ違うっていうのもあるのかな、まあ、私は経験してないんでね、なんともいないですけど、ナイキさんから送られてきたやつで、シューキーパーだけが、ワンサイズ、小さいシューキーパーが入ってきたと、片足だけね。まあ、こんなエラーもあるんですね。